ひまひまです。前髪が割れてる。ダメ。こんなんじゃ YouTube 撮影に集中できない。あ、そんなことありません。こんにちは、ひまひまです。今回はですね、私、明日ね、お友達とおしゃぴこをするんですけど、今回は4人で、まあ、一面というやつ、学校の一面おしゃぴくで使うものを買ってきたりとか、あと作ったりしていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。レッツゴー。ということで早速紹介していきたいんですけど、もう買ってきました、必要なものは。で、あとは作るだけなんですけど、ちなみに作るのは4人いるんで、フルーツポンチ担当と、いちごさん担当、いちご飴担当、そしておにぎり担当がいるんですけど、私はいちごサンド担当です。で、あとでいちごサンドイッチを作ります。あと使うものとかは、無印とダイソーとセリアとハニーズに行ってきました。ハニーズではお洋服を買いましたね。もうね、ほんとに洋服選びが大変で大変で大変で、もうね、4人いるんで選ぶのがすごく大変でした。でも楽しかったです。じゃあ早速紹介します。もう前置きが長いんじゃ。で、ちなみにここにずっとあるのは、じゃじゃん、明日これに持っていきます。これ持ってきます。おしゃれでしょ。はい。で、ハニーズで買ったもの、これはおそろコーデにするんですけど、上だけね、 T シャツを買いました。本当はね、カラーパンツが欲しかったんだけど、ちょっと履いてみたらサイズが違かったんで、これ980円です。じゃーん、こんな感じ。こういう感じで、後ろがちょっとバックプリントにされてて、まあ下はジーンズで揃えていくんですけど、トゥーレイ。え、なんかさ、今日なんかアップになってる気がするんだよね、さっきから。あれ、違うな、なってませんでした。私の顔がでかいだけかもしれません。悲しい事実。で、なんかね、ここに切れ目があったりして、ちょっとシンプルなんですけど、まあ可愛いですね。本当に悩んでこれになりました。はい。で、ハニーズはこれで以上で、セリアに行ってきたのでね、セリアで買ったもの、まずおしゃピクと言ったらこれよね。こういう茶色の入れ物、こういうやつで、これだけじゃないんですよ。この上に、じゃーん、こういうやつを引くんです。こういう感じで、もう超おしゃん、おしゃおしゃ。これ私が作った言葉なんですけど、おしゃおしゃってなんだけど、友達に言ったらダサいって言われました。次次はこちら、じゃじゃん、ペーパーナプキンなんだけど、ペーパーナプキンなんだけど、待てよ、これに引けるじゃないかってことで、これとこれめっちゃおしゃれじゃないですか。テンション上がりました、今日買いに行くだけで。次、じゃじゃん、スプーンとフォークです。あ、これはね、明日食べるように買いました。で、私が今日はセリアとハニーズを持って帰ってきたんだけど、無印はもう一人のお友達が持って帰ってくれて、ダイソーはもう一人のお友達が持って帰ってくれたので、それはね、今回私は持ってないんで紹介しないんですけど、無印ではお菓子を買って、ダイソーでは引く敷物を買いました。で、ウエッティ、まあ、ウエッティはね、シャボン玉を吹きたいらしいです。で、キリカッティングボードスリム、なんかこれこうやって引いて、なんかおにぎりとか乗せられるじゃないですか、おしゃれで、だから買いました。で、最後はじゃん、もうこれね、見つけた瞬間ハイタッチしちゃいました。こういうグラス、ちょっとね、明日使うんで私は出せないんだけど、触っちゃうとあれなんで、こういうやつ、わかる、こういう感じの、ここにこうあって、こういうワイングラスみたいなやつです。これでセリアでは以上です。はい、ってことでね、今から次はいちごサンドを作っていきたいと思います。今日の私のコーデ、はい、下はパジャマです。で、じゃあ何あるんですか。いちごサンドを作っていきます。はい、ちょっと待って、手袋と手袋してくれ。はい、じゃあカメラマンチェンジ。はい、ってことで今から作っていきたいと思います。はい、じゃあマスクと手袋、消毒もしました。はい、じゃあ、はい、やります。こんな感じで、今8枚切りの食パンを使って生クリームを、そして、はい、実はね、いちごで、あんまりみんな生クリーム好きじゃないの。そっかそっか、じゃあ薄め、少なめにする、うん、でもなんか一人の子は生クリームがあっても、うん、なんていうの、いちごサンドの生クリームならいけるらしい。一回練習で作ったんだよね。そう、作っちゃう、超美味しかったよね。美味しかったよ。あんまりね、少なめにし
してって言われたから、うんうん、少なめにする。そうだね。で、これを一個乗っけるの？こんな感じに並べる。おお、これを見てやってるんですね。これ楽しみですか、明日。はい。でもね、これちょっとね、はい、先っちょを切るんだって。そうなのね。の方が真ん中に入れやすい。あれ待って、真ん中大きい方がいいか。の方がこうやって。はい。こんな感じでね、作っていきます。はい、というわけでじゃじゃーん、冷やしました。で、30分、40分ぐらい経ったんですけど、今から切っていきたいと思います。ちなみに、今回はこちらのセリアさんで買った箱に入れていきたいそうです。あれ入れないんだっけ、中に白いの、うん、隙間のは。それは、うん、クッキーとか入れるときに、うん、敷く。あ、そうなんだ。他にもいろいろみんなで買ってあるんでしょ。そう、でも明日雨予報なんだよね、うん、まあでもそれは、ね、だからてるてる坊主作りました、うん、切ります。お願いします。綺麗にできるかな。どうだろう。オッケー。はい。じゃあ何？いきます。お、ちょっと待って。綺麗じゃない？綺麗。ほら。あ、いいじゃん。素敵。綺麗。綺麗じゃん。うん、上手。でもこれが見て出てきちゃったから、これ入れる。大丈夫だよ。できました。じゃあ見ていきたいと思います。じゃん。いいじゃん。お、綺麗。いいですね。これをこちらの箱の方に、はい、入れます。素敵素敵。はい、できました。はい、楽しみだよね。ね、いい感じ、うん。じゃあこのまま、あとは切っていきたいと思います、はい、じゃあ最後に見せてください。はい、作りました。こんな感じです。これをね、今から冷蔵庫に入れて、うん、持っていきたいと思います、ね、一応冷蔵庫にしまうので、今ね、ラップで全部きれいにね、はい、はい、入れました。よし、じゃあこれで、見てください、はい、皆さん、蓋を入れます。いいですね。 おしゃびく感すごくない？はい、しまいます。あ、今日はおしゃピクに行くので玉ねぎヘアです。皆さん玉ねぎヘアなんですけどね。みんなで玉ねぎヘアお揃い。はい。とりあえず雨降んなくてよかったね。そう、本当は今日雨予報だったんだよね。うん。セーフ。めっちゃ出てくるわ、髪の毛が。下がピン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 。まあ、しょうがない。本当だ。しょうがない。よし。こんなもんかな。はい、というわけで着替えました。 OK です。ということで、私はもうあと5分で出なきゃいけないんですけど、今から行っていきたいんですけどね。はい、こちら昨日作ったいちごサンドちゃんたちも、はい、こうやってね、持っていきたいと思います。今日はあれなんですか、お友達みんな下デニムの上 T シャツ。はい、そうです。いいよ、持ってるから。後ろのね、このバックプリントです。じゃあ行きたいと思います。行ってきます。あ、待って、でも待って、持ち物後で見せるからちょっと待ってください。はい、ってことで今から行きたいんですけど、今回見て、じゃじゃん、こちら、ちょっとあのちゃんペラちゃんが、はい、こんな感じのセリアのものをね、紹介したやつを持っていきます。これおしゃピクニックなんで持っていきます。で、トートバッグ。これちなみにね、キャンプでよく使ってるんですけど、上がテーブルになるんですよね、持っていくと。すごい便利便利。じゃあこれで、ちなみにアメリカから買ったんですよ、パパは。そうなの。そうです。虫除け、最近虫に刺されまくりだから。じゃあなんか涼しいんだけど、これつけたら。じゃあ行ってきます。
ただいま。おかえり。どうだった？ちょっと雨降ったでしょ？ちょっと雨降った。でも、うん、でもテントがあったから。ね。うーわ、見せて。あ、逆側。おお。やばい。楽しかった？写真いっぱい撮って。はい。あー、よかったですね。はい。はい、というわけで帰ってきたんですけど、まあね、ちょっと楽しかったんだけど、雨最悪でした、天気。まあでも、キャンプという、キャンプじゃないよ。おしゃぴくだからね。キャンプじゃないのあれ。うん。テントもあったし、すっごい広かった。なんか、釘ないのに、広げただけでめっちゃでかくなるの。で、しかも、おしゃぴくもできたので、で、たまに雨が止んだりしたので、その時にできたのでよかったですね。はい、ということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。今回はおしゃぴく準備でしたね。あとおしゃぴくに行ってきました。明日学校頑張ります。また天気いい時とかにね、やりたいなって思います。まあ、でもね、暑くなかったから、それは良かったです。もう初めておしゃぴくやったんですけど、めっちゃ楽しかったので、ぜひ皆さんもやってみてください。では、次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。怖い。